80年代の音の特徴はドラムにゲート、そうですね、ゲートゲートをかける、あれはゲートって言うんですね、ダーンみたいな、そうサスティンが、YMO もそれやってたんで、あそうですよね、まさしく、それを聞くとなんかね、嫌になっちゃうんだよ。でもゲートっていうのはもう常用してたからね、スタジオで、うん、ノイズ取るんで、はいはいはい、そうか、それを新しくつ、うん、エコーにかけるっていうのは誰も考えたことなかったよね。当時はだからみんなでバーバー言ってバーバー言わせてたっていう。あ、そのゲートのゲートの年の時にバーバー言わせる。初めて聞いた。だから自分ではそのエコーっていうのはその時代の音になっちゃうんで、はい、なんか普遍性はないわけ。ああ、面白いな。なるほど、あ、もうそうなる、うん、なっちゃいますもんね。だから今全然エコー使わなくなっちゃった。逆に。